その辺なんですがこちらの塩田様の奥様、私の高校の1年生の時私のクラスにおられた方です。はい、<laughs> まあ、で、親父はあの、久保田のマリア観音がある集落、なんて言いましたっけ、久保田ですかね、えー、天野っていうちなんですけど、なんか真似沢とかなんか言った、うん、そこの親方様のうだって言うんですけどね、あのーうん、なんか、あのー 勉強ができたらしくてあの、教員会役人になるんですよね、あの軍部の人ってね、えー。そこ出身です、私の親父は。婿様です、はい。柳津とは、まあ、遠からずいろんな縁がございます。はいじゃあ、先行きますちょっとなんかあの、駒送りがうまくいかないんですよね。あれ、こっちかな。うーんと、また変になっちゃいましたね。どうやうんだ、これ。 えっとちょっと文章の方を明凍しておいていただけますか。そちらの説明をやります。ちょっと今画像を直してもらいますので。はいじゃあちょっとこの文章ね私、一生懸命あの書いてきましたので、いろいろ下調べしながら、ね、打ち間違い、ちょっと構成してませんから、どっかあるかもしれません。えー、ちょっと読み合わせしてみます。古墳と古墳時代と事が中心になります。旧石器時代、会津に人が来ただい大体3万年前、猪苗代の西の えー、港町ですかね、笹山原ナンバー16という遺跡、この辺りからあのパート1、始まったわけです。で、縄文時代、弥生時代とやってまいりまして、えー、パート3が古墳時代と、会津は東北の中でも非常に珍しい古墳文化があります、今日はその最新の情報をお伝えします。ということで、ちょっと読んでみますね、えー、AD というのは、これ、起源という意味です。 紀元前は BC と書きます。Before Christ.AD はあのドミニーと訳すんですが、救い主以後、西洋史の方ではキリストの誕生以前を紀元前、誕生以後を紀元と呼んでおりまして、西暦の場合、普通書きませんけどね、紀元は AD、あ,あえて書きました。AD3 世紀、C はセンチュリー、何世紀という意味です。1年から100年までが世紀です。よろしいですか ?0 年はないんです。 数学やる人はすぐ0年から数えるんで間違っちゃう。1年から100年までが1世紀。101年から200年までは2世紀。こういう感じになります。1599年は何世紀に入りますか ?1501 年から1600年までが16世紀ですよね。15世紀という人いるんですよ。これ間違わないでくださいね。1年から100年まで。 101年から200年までが2世紀、この感情でいきますから、はいえー、なかなかね、高校生もね、えー、ちょっと不勉強な生徒はこれ分かりません。で、あまり先生もはっきり言わないんですよね、なんかね、もっと受験の方が大切だなんてってね、一番根本だと思うんですけどね、数え方。で、キリストの誕生の年が1年。キリストが処刑されたが、 西暦39年ぐらいですかね、1世紀の中ですよね。でそこから遡って1年から遡って100年で紀元前1世紀と、こういくわけです。だから BC、ビフォ o ク e c h r i 3000年、えー、エジプトのピラミッドが作られた、今から何年前か。今年21世紀です二千2000年と考えると、暗算すると何千年前ですか今から。 約5000年前ですよね、足せばいいですもんね、よろしいですかね、その辺のことがぱぱっと頭であの切り替えができると、いろんな歴史のことが面白くなってまいります。はい、これはあの第1回目に、ちょっといろんなこういう BC とか AD とか、えー、そういう話をセンチュリーとかしたわけです。はい、思い出していただけますかね、あの最初から受講されている方で、初めての方はそのあたり、よろしくお願いをいたしますっていう、はい。じゃあ、これを読み合わせしながら、復習も兼ねてやってまいります。 えー、古墳というのはだいたい3世紀から7世紀8世紀にはほぼ収束しております青森に10世紀の古墳があると言われていますが未確認です、えー、墳丘のことをマウンドと言います土を盛り上げたもの塚マウンドよろしいですかね英語です、えー、墳墓が日本列島で盛んに築造された都市であり 弥生時代の終わりから飛鳥、奈良、奈良時代は全般何時代ですか、何文化ですか、白鵬、後半が天平になります。この、あのー、飛鳥時代は聖徳太子の頃ですね、曽我の馬子とかね、えー、こういう時代でございます。要するに、その頃も古墳は使われて作られているんです。 で8世紀には全国的にほぼ収束している、まあ、7世紀までが高塚古墳、土を盛り上げた古墳、あとは崖に横穴を掘った、えー、石室だけをまねた横穴棒、あるいは横穴と呼ばれるものが作られたりします、約500年間古墳時代、この始まりと終わりについては、考古学会でも諸説ありまして、なかなか難しいところであります。 えただし日本列島、南北両外れの北海道と奄美大島、これ、天つの間違いです。真ん中の黒丸印、天、ご変化いいですね、御変換天、店と書いてますが、これは黒い丸印にしてください。奄美大島、琉球諸島、沖縄ですね、は古墳はございません。ちなみに会津の方では 会津盆地の中猪苗代にそれらしいものが一つあるんですがちょっと未確認です大和町に古墳って書いてありますがこれも博物館では認めておりません南郷村村損を見ると丸い塚があってこれ古墳だって書いてありますが古墳があるわけがないんです一定量の生産性それからそれを作る人員その人たちが寝泊まりする場所道具 創造を絶する権力と、まあ、財力がなければ古墳は作られませんで。勝手に作れないんです。大和朝廷との関係です。ですから、初期古墳というものは、大和朝廷できる以前、大和とカタカナで書いて、王権と言います。大和朝廷以前の大和の勢力ですね。大和王権。 古墳の形や築造が決まってまいります。よろしいでしょうかね。ただし、日本列島の南北両外れの北海道、奄美、大島、天、琉球諸島に古墳はない、これ知っておいてください。あとは、その他の地域には古墳が存在しますが、合図だって古墳が作られる場所は限られているということです。なお、隣接地域の朝鮮半島、中国でも、 世界各地に大きな墓が築かれます新の始皇帝領土でやるとかですね、えー、朝鮮半島ではね、えー、やっぱり日本によく似た古墳らしきものはあるんですが日本のものとは違いますどうも日本人の悪い癖で全て大陸から伝わってきたこういうあの関連があるんですね日本独自で作るものはない全部影響を受ける我々も学校の先生にそう習ったんですが 最近の研究はそういうことではないようです。日本独自のものもあります。もちろん相互に文化っていうのは影響を受けてますけれど。縄文土器なんかは。日本が世界最高なんですよ今のところ。中国よりも朝鮮よりもどこよりも古いです。だから日本から土器が。現時点では。広まっていったっていう学説だって成り立つわけですが。発見されていないだけだってみんな言うんですね。じゃあ早く発見してくれと。 いいうことなんですが年代的に日本のが一番古いだからまだまだね日本独自の文化っていうものはあのー、あるんですよ。うん、で、えー、古墳時代というこういう歴史の区分の名称は日本独自のものであります。これいいで,すか、ね、で古墳とは一般的にどういうものか素人さんに目分けがつきません。 大きな噴火を備えた古代豪族の墓という漠然とした定義です。豪族ってなんだってこれまた難しい規定はですね。財力権力ある一定程度の地域の勢力まあそんなふうに漠然と言ってますが古墳とたびたび間違えられるものに自然地形があります流れ山これ火山地帯に多いです。で言うと川東町 磐梯山、根こまが竹、こういうものの噴火で土石流が流れ出て、ですねでその結果、できた島のようになった丸いような地形、大地上の地形、これをみんな古噴と言っているんです、違います、自然地形です、その一番流れ山の外れが沖縄島です、磐梯山の流れ山ね、湖、たった一つあの島がありますが、猪苗代湖、あるいは流れ山の一番南の外れということになります。 流れ山という地形が全国にありますこれと古墳をみんな間違ってますはいちょっと丸くて互い塚があるとああこれは古墳だとんでもありません大和町のやつなんかもどうもその可能性あるんですけどねわかりません掘ってないからなお中西墳墓も丸い塚を使いますえ塚の周りに石をザーッと並べたりもするんですがはい。一片商人エデンというものの中に中西墳墓の天候典型があります 足塚会津若松市の小田山にあるんですが行かれたことございますかあれが中世墳墓の典型なんですが花見が丘のところにあの公園になって保存されております,でです、ね、続きます、えーっとね、これずっとやっていくるとパート3っていうのはあるんで私の自己紹介は後にしましょうこれずっとやっていくるとあの黒い 何も映っってててい画像があるんでその次に出してくださいパート続きますと、えー、中世墳墓、あと地境ですね、村と村との境目、ここにもね、塚らしきものが作るんですよ。これ境段境塚などと言います、えー。ちょうど村と村の境、そういうところにいくつものちっちゃな直径2、3メーターくらいの。 高さ1、2メーターくらいの塚を作ることがあります。これ、みんな古墳だという人いるんです。とんでもありません。境壇、あるいは境塚、江戸時代の一里塚、片方だけ残っちゃった、片方は開発で潰された、これまた古墳だというんですよ。塚があってみんな古墳だというんですね。どこで見分けんですかね、古墳とね。実際には掘らないとわからない。というのが真相なんですが、あの世とこの世の境は必ず水を掘ります。 集合という堀を掘ります。これは縄文時代から境目に水を掘ることになっています。だから塚の周りにぐるっとこう水が埋められてる。5世紀の中期の大規模な古墳ですと、まあ、仁徳天皇陵、大仙陵古墳なんかは大阪の境にはございますが、えー、お城のお堀みたいな水壕です。でも普通は空堀で水が入ってません。その後落ち葉とか土が積もって一件 何もないように見えるんですが経験を積みますとあこれ修行の後だ分かるんですね掘るとすぐ分かります修行、はい、があるかないかが決め手になりますあと雷様が落雷するなちどころに沈めるために雷塚なんていうのもありまして塚だからといってこれがすべて古墳ではないとこれまずは頭に入れておいていただきたいと思います会津各地に誤報でこれは古墳だよなんて看板まで立ってるんですね ほとんど違います。はい、群文のやつは小田山にも古墳が三基。誰が建てたんですかねあれ。とんでもありません。あれ中世墳墓だと思います。はい。うん、そこからでいくぜ。<あ>はい。ということでちょっとあのこれも続けます。ということで素人が古墳だと定義することは見ただけではわかりませんので、やっぱりあの専門家に見てもらうべきだと思いますね。 であの決めつけて物を言う人ほど危ないですこれは古墳かもしれない、でも実際にはトレンチという溝を入れて、りがあるかどうか確認しないといけない、これが本物の研究者であります、だ歯切れが悪いので、非常にです、ね、素人受けやしないと、だからこれはこうですっていうのはちょっと危ない人です、裏を取ってないとそういうのあります。 えー、私の経験ではそんなことが言える、2番目、古墳の種類、何があるか、これちょっと線引いておいてください、なんか学生みたいで恐縮ですが、前方後円墳、朝鮮の双子塚なんていうのはちょっと似てますけど違います、やっぱりこれは日本独自の墳丘です、え墳、これが埋葬施設で、いろんな葬祭のお祭りをやったところ、宝墳、これが接続してあるのが前方後円墳です。 塩分の方が埋葬師で,すで接続している四角い一段低い噴球がこれは葬儀のいろんなお祭りをする場所引いたいたりね土俵をいろいろ埋めたりそうする場所ですでこれは日本独自の噴球でお隣の大陸には類例がございませんであの噴部が開いてカニ穴のようになっていくほど新しいものです噴部が細長く短いものほど古い 大塚山は手鏡とそっくりです。裾が開いてていません。従って古い古墳です、はい。そういう見分け方ですね5世紀の終わりになってくると裾が開いていきます宝墳部のちょうど三味線のバチみたいになってきますこれは新しいやつで前方後円墳は誰でも作れない大和王権と密接な関係にあった豪族その支配下にあった人が作ったものであって え前方後方墳というあの前も後ろも四角いという古墳があるんですがこれとはちょっと趣を異にしておりますどちらかというと出雲系というかこれが前方後方墳多いんですよね裏日本系というか北陸系日本海側でも混ざって出てきますけれど若干古いのは四角い方じゃないかとで丸いのはちょっと。 時期的に後でやないかこれがドッキングしてきます弥生時代の終わりくらいにこういうものが見えてきますのでものを対象にした場合にはそれがもう一番の説得力でございますので証拠がないとね空想にすぎません必ず裏を取るっていうことですかねでこの時代の形状は日本独自のもので前方後円大和王権の勢力範囲が何世紀の前方後円墳がどの地域にあるか 大和朝廷の前身、大和の勢力がいつその地方に及んだかということを知る手がかりとなる古墳であると、だからこれは重要なんですよ、前方後円墳というのは、誰でも作れなかったし、大和と関係がある、そういう人たちが作った墳墓だというふうな学説が最有力であります、誰も当時生きてた人いないし、記録もないから、そんなことは書いてないですよ、まあ、大方の見方はそうです。 したがって考古学会では、築造年代がそのまま古墳の所在する地域が大和王権の支配に服した時期を示す、こういうバロメーターとなっております。これは大事なポイントですね。古墳とはこういうもんだと。前方後円墳はその中でもこういう意味があるよ。これ知っておいていただきたい。すみません、急いで積み込みになりますけど、それから最新の考古学の研究では、奈良県の桜井市というところがあるんですが、 橋墓と読みまますす古事記は日本書紀に橋墓の伝説があります、うんまあ、ちょっとあの下ネタに近い内容が書いてあるのでここでは控えますんで、えー、女性が自分の性器に何か橋をさして死んじまったってうそういうことなんですけど、あのー、詳しいことはネットとか別な情報で見てくださいしたがって箸墓という名前がついてます。これは高塚古墳でサイコ の段階に属します3世紀中バスに、やゆい時代か古墳時代の接点ですよね。で、邪馬台国の女王、卑弥呼の墓ではないかという、きむくという遺跡がすぐそばにあるんです、きむく遺跡。その被装者は卑弥呼ではないか、別名、山と百蘇姫ではないか、なんていう説が言われております。わかりません。わかりまません、まあ、傍として その計、ね、104部2世紀の半ばくらいに卑弥呼は亡くなってその後しばらく記録がなくて計104部の,その墳墓を作った高塚古墳ですねでその後一族の娘伊予という人が後を継いだこう書いてありますしかしそのあと100年間全く文献記録がありませんでその間に大和朝廷が出来上がっていくんですね 謎の100年間って言ってます古墳が作られていきます卑弥呼が亡くなって伊オ伊オの後邪太鼓国はどうなったのか誰も知りません邪馬台の「太」を一本棒足すと古い「太」という字なんですが邪馬に読めます昔から論争がありますこれ邪馬のことじゃないかっ言ってるんですが分かりませんで中国には魏志和神殿という文献がありましてそこに死者が来た時の道のりが書いてあるんですが 江戸時代の国学者本織則長という人が最初に文献に書き残しています九州説機内説大和国の所在が読み方によっていろいろ変わるまっすぐストレートに読むと九州の薩摩半島の遥か沖合になってしまいますだからなんか違うんですね解釈がねで九州にも古い古墳があるんですが圧倒的に機内奈良飛鳥に 古い古墳の数は多いです。巻きむく遺跡、これが都ではないか、卑弥呼の。そして箸墓がその墓の可能性が年代的に高い。と、今のところ言っておきます。はいまあ、いろんな説があるんですが、一番有力ですね、今のところは。で、この墓と同じ設計で、規模は小さいが、会津にあるっ言ったらびっくりするんでしょ。合図番町厚生病院の 今この建て替える場所稲荷塚というあの遺跡を掘ってますがあの道路の東側公園になってます洗濯屋の南側キネガモ古墳というのがあります復元されてますその周りに古墳直前の方形集合墓という墓がやっぱり現物展示になってます看板もありますあのキネガモ古墳のシルエット真上から見た測量図が橋墓と 全く同じです3世紀の末と考えられていますなんで合図にあんな古い古墳がんだとで今平地に近いところにあるんですが川のそばなんですね今の地形と違うと思います開墾してああいう風になってますが昔はもうちょっと高台だったんじゃないかと洪水でああいうになっちゃったんですねで出てきたのが稲荷塚遺跡が隣接しておりまして今も降ってますが北陸の土器がわんさと出てくるんです 北陸富山の方面ですこれ縄文時代から向こうの方の土器っていうのはあるんですが柳津のあの資料館の方にも北陸系の土器があります先ほど私の大学のね寮の先輩ですがあの二平先輩と見てきましたがあの立派な剣士邸の石馬遺跡の資料あの中にはそういう北陸との関係を示すものがあって縄文時代から北陸との関係が強いと言われてますが。 古墳時代も,もっと強いです物の,の、まあ、文化の交流ということは人の移動を示していると考えてもいいのではないかだから土器を見ると量的には在地性のものが多いんですね会津東北地方の土器が多いんですよでもその中で3割4割くらい3割くらい北陸の土器が入ってる率的に高いんですでも 大きな変化があります弥生の墓地と古墳とは明らかに埋葬形態が違う皆さんは今度お盆がだんだん近づいてきましたがお盆のつく、あのー、過ごし方この辺は7日ですかね13日から普通なんですが全国的には7日からのとこもありますよねマニザはなんか7日じゃないかな番組も7日のとこなんですよ群部のほうがねでいろいろでしょでこれは伝統的なものがありまして挿入の仕方もいろいろですね 通夜ちょっと意味でもないことを言いますが通、夜通夜うん、通す夜と書きます。私の家内の実家は浜松なんですが、向こうのお母さん、家内のお母さん70で亡くなったんですけど、もう何年も前です、通夜交代交代で夜11時くらいまで入り口のところに座布団敷いて待ってお坊さんがもうお経を上げるとどっか行っちゃうんです、もう帰って来ない。で、会食もありません。で、一晩中、 表と申して、いろんな接客が仕事を終わってくると来るんです。これが通夜だってるんです。通夜。通夜というのは正しくて、後で通夜になったんですね。字は同じなんですけどね。合図の場合だと、なんかあの護衛歌みたいな歌って、この辺だと、あの番外あたりだと、あれ、一時間くらい護衛歌歌いますよね。なんだかんだで、ね、長いんですよね。私の一年上の先輩が一昨日亡くなって、まあ、これ作るの大変だったんですけど、いや、実は今日五時からは通なんですけど。 あの勘弁してくれと、明日でっからと、明日ソニーだと言ってきましたがあれは1時間くらいですよ、お坊さんがお祈,りあのなんか祈って、興奮を唱えて、あるいは神主さんが来て、おときというんでしょうかね、仏教でいうと、孟子が、摂氏が用意したあの食事を食べて、大体1時間半、2時間以内に終わりますよね、若松市内は。番組は長いんだ、あれは。ですかあの歌全員に歌わせてね 私も3時間ぐらいかかるんですよね、えー、毎日さかさらまあそれは丁寧でいいんですけど忙しい人間はちょっとたまったもんじゃないというかでも古い伝統が残ってますねああいうものは勝手に変えられないでしょガラガラ変わるんですよこの時期3世紀末から4世紀初めこれは大きな変化ですよねだから在地の人たちだけで 弥生の,あの墓地から古墳文化へと移行したわけではないと、北陸系の影響をかなり受けて、そしてあの古墳文化に移行していったと今のところ言っても過言ではないと思います。よろしいでしょうか、で会津番玄の辺りがポイントですね、えー、北陸系の人がドサーッと来たんですねで、それまでの風習がガラッと変わるんですね、いろんなことが。建物もの縦型まで北陸系になります。 とということは人間がだいぶ入ったと私は考えております、はいえー。いろんな説があるんですよ、誰も当時生きてた人間がいないし、証拠がない、発掘成果をもとにそういうことが言えるのではないか、ちょっと歯切れを悪くしておきます。はいえー、それからですね、2>, <laughs> 2ページの、うん、一番下の方にページを打っておきましたが、手書きで、中ほど箸墓7世紀初め、全国的に築造が、古墳は終了していきまして。 一部発生紀に残りますが発生紀は横穴ぼ崖にたくさんの穴を掘って古墳と同じような埋葬施設を作った閉塞石で埋めた山崎横穴とかね駒田横穴とかあるいは新鶴ですと大久保横穴とか会津にもこういうのありますよえ全国的に有名なのは埼玉県の吉見の百血なんてのがございますい俗に蝦夷穴なんていうね俗称で 開口部を読んんだりもするんでする、はい、でがペ、えー、興奮の中で大規模なものは全国的に前方後円墳が上位を占め前方後方墳は最大でも全国の順位では47位くらいになりました圧倒的に前方後円墳が巨大です最,の最初の頃のですよあとでこじんまりするんですが円墳と豊墳は規模の大きさから見ると100位以下になります 全国の古墳調べると今のところ、私の調査ではね。で次いきます、3ページ、えー。規模の大きい古墳のほとんどは奈良県大阪府、ここを中心に近畿地方に、まあ、存在しておりまして、他の地域は他と書いてください、人弁の他です。こういうのが出てくるんですよね。他の地域で規模の上位に入る古墳は、 極少数であるまあ極っていうのは漢字で書かないですよねひらがなで極と直しておいてもらえればありがたいです私はあまり画面見ないでパーと打つもんですから思考途に入れちゃうんでね時々大変感がありますすいません、うん、これらのことから古墳の形や大きさは書く,書く字自由に 各自,由にとかや各自自由にですね、造営されたわけではない。大型の前方後円墳を最上位、規模の大きいものとして葬られた人物の大和王権との結びつき、前方後円墳が鍵ですね、これは大和王権との関係を図るときのバロメーターですから、大きなものほどその地域での権力が強く、 大和王権との結びつきが強いと解釈して、今のところ間違いないと考えられております。<laughs> はい、三番目に行きます。すいません、ちょっと早いかもしれないね。古墳時代の時代区分。大きく三つ、高校の教科書では分けております。前期が三世紀の中頃。弥生時代ですよね。三世紀なんてね。それから四世紀の後半。まあ、弥生時代と言いましたけど。 これを古墳時代早期と呼ぶ学者もいます。いったいいつから古墳時代か、曖昧です、学会では。人によって学説が違います。中期4世紀後半から5世紀の末、巨大古墳になってきます。後期6世紀、7世紀、大体この辺りが一般的です。考え方としてですね。他の説もあるんですよ。教科書はこうなっています。 古墳時代の始まりと終末についてはさまざまな意見が現在あり統一されておりません、えー、前方後円墳の出現以前終末期以後墳丘を持つ墓が存在する例としては奈良県にありまして「苔、え、のー、山古墳」3世紀前半を中心とする時期これは学者少数ですけど古墳時代早期いやいや時代の終わりだ という関連で我々高校で習ったのとちょっとずれますねまた7世紀に相当する時期を古墳時代終末期こう呼ぶ学者も出てまいりましたその次打ち間違い時代区分ううって書いてますがこれ消してください時代区分の どれをあのこの2つですね、古墳時代早期、あるいは古墳時代終末期という時代区分を認定するか否かという意味なんで、ちょっとこれは文章おかしいんですが、いまだに統一はされていないと、そのようにあの解釈をしてください。すみません、打ち間違い、あちこちあると思います。4番目に参ります。後で画像をお見せしますんでね、えー、東北地方の古墳、東北地方でも3世紀後半には古墳が築造され、 他地域に大きく遅れているわけではない。白川威北、ずっと遅れている。なんかいろいろ言われてたんですが、そうではありません。そんなに遅れてはいない。と。まあ若干、機内から遅れること数年。数十年と遅れてないと思いますね。会津は特に早いです。大和王権に従ったっていうか、その勢力に入ってます。全紀古墳は最大規模の古墳が築造される、 これ、ちょっとおかしいかもしれない、漢字はね、築造されることにあります。会津や宮城県、仙台平野、山形県の置賜盆地、飯さんあるいは飯豊さんっと読みますが、あの北側の方ですね、会津から見ると、置賜地方、そのあたり、大型古墳が集中しています。 東北最大前方後円墳は何か名取市宮城県になりますこの辺りまで津波でやられていますが雷神山古墳これが東北地方では最大級168メートルもありますこの間の日数労働力その労働者が泊まる場所道具を揃える食事を揃えるインフラ大変な権力がないとできませんいまだにその辺はどうしたのか未解明ですね 周りに住んでる人、ちょっと手伝いくらいではできません。い、ずっと権力で集中的にたと、そう言っても米作ったり、いろんなことをやらなくちゃならない。人を集めるって大変ですよね。実は会津の前期の古墳の巨大のを作ったときね、この只見川沿いの、ね、前期古墳の集落ってほとんどないんですよ。何だと思いますか説があります。人、みんな集められたんだと。 大塚前何を作った時ねだからこっちはほとんど集落に人がいなくなっちまったとそのくらい人を集めてみんな移住させられたこの説もありますわかりませんよ何らかの形でね古墳時代前期ね非常に遺跡の数減るんですよ只見川流域軍部これ何でしょうかね一つには古墳築造と関係あるんじゃないかって言われてるけど証明できないその可能性はありますよね会津盆地の中だけでね 日常生活もやんなくちゃなんないから古墳ばっかり作ってるわけにいかないんですよだピラミッド作ったエジプトの王は自分が王になった時数十年王になってる間ザーッとピラミッド作り続けるんですあれも大変な労働力ですよねあの大阪の仁徳天皇陵はね1,000人くらいで20年ぐらいかかったって言ってた1,000人集められましたかね 若く王になった、大和政権の王になったとしても、天皇の前身ですけど、なったとしても、ですねうんそんな労働力を維持していくとてどうするんだろうと、いまだって大変な土木工事になります。だから、軍部のちっちゃな平野部、河岸団丘の稲作くらいではできるはずがないんですね。で、いろんな市町村地の軍部の方に書いてあるのは、申し訳ありませんが、これ、博物館にうらとってきましたけど、古墳とは認めていないと。 町村紙に書いてあるんですよ、俺の方にもこうにも古墳があるよなて、あら申し訳ないけど違いますねでき、できるような要素がないんです、お分かりいただけますかね、そのあたり、はい、ただ作れて作れるわけじゃない,、はい、じゃあ中ほどになります、しかし東北の古墳は一部を除いてですね、規模の大きなものでも副葬品が必ずしも多くはない。 これ特徴です機内のものに比べると金や銀の製品が少ない品数が少ない貧弱なんです機内の方は違いますよ冠が出てきたりね金のものが出てきたりね銀製品あらサハリランチ合金の金属こういうものいっぱい出てまいりますあれなんか形は似せて作ってるが中身が貧弱だなとこの解釈もいろいろあります形は 機内地方の古墳にまねてはいるが、それに伴う実力が伴っていなかったのではないかと、経済力が追いついていないと、そういうことなのかもしれません、これも学説がいろいろあります。ものの実証だけではちょっとね、こういう、あのなんていうか、証明できないことがたくさんあるんで、難しいんですよね、言い切るのは。で、郡山の大安場古墳、今、これ、資料館があります。 あの日大東北のすぐそばですんで工学部のそばですんで岩木に行く途中進行方向左側に大きな看板がございますぜひ見てください学校の教員上がりの人がボランティアで解説していますこの資料館いいですよねえ福島大学で掘ったんですけどね工藤先生 ご存命中に発掘をされたところでえ大規模な史跡になっております。地震でやられました、今度の東北地方、ひび割れたりね、いろいろしましたが、まだ復旧してます、資料館は。全境が84メーター、これは巨大前方公園、木管です、棺の中、大塚山は粘土家具です、粘土で固めた母室です。腕腕ははって言うんですけど腕は 今でいうブレスレットですね二の腕あたりもっと上の方にこう型に近いところにはめたようです手首ではないみたいです石製品刀剣工具こういうものは出てます、まあ、東北の前期古墳の実態を示すものとして大安場古墳もある会津では大塚山古墳がありますが後ででいますそれから古墳時代中期全般この辺りだとどうなんだ これが謎なんですよ。古墳作り始めた頃北陸系の要素が強い申し上げました番犬あたりに古いものが出てくる北陸の影響を受けてる四隅年壺っていうのが後で出てきますがその話もしますが画像もありますこれが作られた後、高塚古墳になっていくんですが中期全般5世紀5世紀はあの仁徳天皇陵大阪の境に作られた大規模古墳の時代で 平和部に作られます一般にねところが合津ではね定調なんですよこの時期の古墳ほとんどありません大和朝廷との関係が考えられています有略天皇の頃です初塚瀬部大王大君ですね弟を殺して天皇になった人ですまあこれはあの詳しく話すとまたキリがありませんからネットかなんかで調べてもらえればいいんですが ちょうど5世紀、有楽天皇の時代、若たける大君の時代、カタカナで若たけると、あの稲荷山古墳という埼玉県の古墳の鉄拳に金の象眼で若たける大君と書いた鉄拳が出てきています。国宝になっておりますが、直刀ですね。この若竹るは有楽天皇です。この頃の合図、大和朝廷と何か関係が希薄になってるんですかね。 でこの頃の古墳はないとされてきましたが、喜多方市慶徳の藍塚山古墳、木炭梅の藍ですね、塚ですね、藍塚山古墳、慶徳にありますが、東北学院大学の辻秀人教授が去年まで掘ってました、学生連れて、5世紀の前方公園があったんですよ。それも鉄製品がいっぱい出てきてます。 人骨も出てきてきますすす後でその話もしままま画像に出てきますでまだ日本では製鉄の技術がないのになんで鉄製品が出てきたんだと鉄の刀鉄の矢尻大塚山は青銅製の矢尻ですがそのあとですから鉄の矢尻が出てるんですねどうしてですかね考えられることは分かりませんが中国から 鉄の先鉄ね鉄ねの塊を輸入したと、これを溶かして製品に日本で作った、その後あのはたたらという自称炉で、不意ごを使ってやる砂鉄なんかから取り出す製鉄の技術が発達するんですが、その直前です、また日本ではそれだけ古いものはありません、発見されていません、会津からも原町市、今、東相馬っていうんですかね、あの辺りからこの製鉄の跡が出てくるのはこの後です。 とこころがこの5世紀の,この中期全般のね鉄製品が灰塚山から出た中国から輸入できるほどの分かりませんよ中国だと思いますけど朝鮮半島かもしれませんそれは分かりませんがなんか鉄製品の元になる材料を手に入れた豪族がいるこれはすごいですね合図にねだからちょっと大和朝廷との関係ではなんか気迫だけでも 何か独自のルートがあったのかですかね、わ、えー、かりません。で、この人の住んでいた場所も、古屋敷遺跡という遺跡が隣接部にありまして、国指定の史跡になっております番毛町です、北方の隣接部です。えー、ぜひあの見学をしてください、保存されております。こういういのがあるんです、はい、中ほどしししかし有力な学説として なぜこの時期に前方後円墳その他のの他古墳がでは希薄なのか前にもちょっとどなたかとお話ししましたが700年800年周期で気候は変動を繰り返して寒くなったり暑くなったりしてます。で数万年に一度氷河期が来ます。この前氷河時代終わったのは1万3000年前です。番目の氷氷河河です第4氷河 1> で第1氷河第2氷河第3氷河ってあったんですでダイヤのン氷河が数万年続いて2万年前がピークです氷河期の。で1万3000年前に終わってえこの頃アイにニア特に来てるんですが3万年前からシベリアから渡ってきてるんですがあのこの頃のまあずっと気候変動土の中に全部その証拠がありますから花粉だとかえいろんなで調べると植物のいろんなことが分かってきます。 北方の植物の花粉があったりねいろんなことでそういう科学が進んでまして気候の復元ができてますえ日本でわかっている最近では鎌倉時代から室町時代頃14世紀1300年代ですね1333年に鎌倉幕府が滅んでるはずでありますから34年に賢文の神聖で えー、後醍醐天皇が新しい兼、ね、務の新設の初めて1338年に足利尊氏が北朝方の天皇を仕立てて南朝を滅ぼして、えー、しばらく、あのー、吉野に逃れた、えー、後醍醐天皇らと戦った南北朝の騒乱があってで両党を鉄律交代に天皇にしようということで和解をしたんですが、えー、三代将軍義満の時ですねところが まあ今、北朝方の天皇がずっと続いて、南朝方はその後誰も出てません、第二次大戦終わった後熊沢天皇って出たんですが、ご存知ですか、新聞に古いの見と出てます、戦後間もなくです、私は熊沢天皇である、南朝の子孫だという人が出てきたんですが、誰も相手にしなくて、今、わかりません、その家系は。南朝方がいるはずです。なお、福島県会津は全部南朝方です。 後醍醐天型であります両前なんかその根拠地ですね北畠近房なんちゃうねそういうふうにつながってくるわけなんですまあ話をすると長くなるんですけども藍塚山古墳これが出てきて一概に5世紀の古墳がないとは言えなくなってきたほかにまだ発見されてない可能性もあると掘ってみないと中のね一緒に葬った品物副葬品というんですが遺体と一緒に葬ったものね これを調べないとわからないのが実情です、見ただけでは、何世紀かというのは、大体地形立地でわかるんですが、傾向がありますから、山の高いところ独立丘陵の上、こういうところは古い古墳ですね、平野部に降りていきます、中期になると、後期になると山地山の中腹、こういうふうにまた戻るんですが、場所によっていろいろまあ特定はできますが、決めては副葬品であると。 で気候が寒冷化した影響ではないかななんてヨーロッパでも14世紀は大勢の人が死んでます農作物ができなくてね飢饉になってうんこれは繰り返すんですよで暑くなったり寒くなったりしてますが最近の気候変動はそこに人為的なものが加わって温暖化が促進されてます縄文時代早期は今より暑いですよ年平均3度プラス今東京湾の水が 銀座まで来てますから、びっくりすることはないんです。自然現象もあります。でその後どうなったかっいうとガクガツ寒くなんですよね。えー、あのな、ー、んでかわかります？山の高いところの雪が溶け、氷河が溶け、固形物だった水がすあのー、水分になって川になり海になったりして水位が上がってくるから内陸部まであのー、水面が迫ってくるわけですね。 波打ち岩がだから貝塚が山の中に出てくるのは当時の海岸線なんですよあれ貝食べて煮て塩にしてあの塩で煮て干して保存食にしたわけでしょそれをあの貝殻をみんな捨てたのが山になってゴミ捨て場ですから貝塚になるわけですなんで山の中から貝が出んだと化石じゃないですよ縄文時代のねこれはそういうことなんですよで今ずっと買いたいっつって海が退いてますまた暖かくなってくるとずっと迫ってきます つばるとかね、ああいうあの海抜1メートルの南の島々がまもなく水没するんじゃないかと、どこに避難するんだと、日本で受け入れろと、日本は難民はなかなか受け入れてくれません、ニュージーランドで受け入れるかなんて言ってますけどね、どうなるんですかね、あるいは島国海抜の低いところは、自然現象も手伝ってますが、人為的な二酸化炭素の排出、これが拍車をかけてるのは事実です最大は中国です。 真っ黒い煙、シーアンなんて朝からもう夕焼けみたいに曇ってます、ま真っ赤な空ですね、えー、PM2.5、あれは急速な経済成長で、一戦にもならないガス規制、やっと最近始めたばかりなんですよ、日本もかつてそうだったですね、四日市全速とかね、えー、あの煙突に紅白で交互に塗ってあるやつは、そういう設備が備わっている煙突です。 日本はほとんどそうなってきました。でもまだ発展途上国、中華民国ではそういう施設は一斉にもなりませんよね、まあ儲けるためにはその設備投資しないと、もう真っ黒い煙、ばーっと出すわけですよ、全く迷惑な話で、早く規制してくれということになるわけです、まあ、中国も最近それ気がついてね、日本の技術を貸してくれと、空気をきれいにしたい、だ日本に来てあの空気、清浄機みんな買ってくるんですよ。 山ほどマスクしてね、肺がんになっちまうよんなの、あんな空域の中にいたら、ら経済優先という考え方はいかがなもんですかね、長い目で見ると国民を苦しめることになる、そういうことを表しているんじゃないかなと思います、まあえー、2つの学説があると、大和政権、あるいは寒冷化、こういうもので、なんかちょっとあれかなって、最近ちょっと様相が変わって、5世紀の古墳も合図にあるよと。 まだ研究途上でもっと資料の増加を待たないと何とも言えないとなってまいりました中期中央5世紀中頃どうなったと東部各地で中規模古墳や群衆墳山の尾根に細かいね直径1 2ルの,の蚊で食われたようなポコポコという墳球がいっぱい出てきます千人塚とかいろんな名前で呼ばれますこれは一体何だ 塚とよく間違うんですけど全く見た目は同じですから掘ってみっとこぐんだとえこういうものが活発になって造営がですね状況の変化が見て取れる世の中の変化埋葬形態の変化ということは社会的な大きな変化がある時ですあの保守的な考え方で前例に習ってということを踏襲していると時は比較的 平安な、穏やかな、安定した時期ですね、これは前の習慣を踏襲します、補修になります、大きな変化の時ガラガラっとお墓の埋葬形態が変わる、世の中の変化、激変ですよ、権力構造の変化ですよ、ということが、こういうところから分かるということです、何の記録もないんです、ものから分かってくるっていうね、これも推測ですからね。 で日本最北端の古墳とされるのがこの時期のもの岩手県奥州市角塚古墳この時期の最北端の古墳です中期中頃これより北に古墳は今のところ発見されておりません10世紀の塩分ぷだちのは何か青森にあるって一部報告がありますが、うん、研究者の間では正式に認めていませんそれは違うと別の塚ではないかと、ね、言っております 見た目ではわからないですよね、ちょっとね、この時期に該当する有力古墳の集中地域、宮城県仙台平野、福島県中通り、会津から外れます、こうちょっと線引いておいて中通りなんですね。なんか権力構造が大和との関係で映っていることがわかりますよね、会津が一番最初に大和と結びついてるんですが、古墳の古さからいうとね、その後中通りのほうになんか移行しているような傾向が見られます。 山形県菅沢2号分、福島県の泉崎、原山1号分、ここから埴輪も出ておりまして、まあ、ちょっと下女性もいらっしゃるんですみません、下世話の話になりますが、ここの部分はちょっとあのカットしておいていただければと思うんですオフレコで。えー、私の上司と一緒に県庁にいるときに、ドライブインに寄って、長岡君、ちょっと次の遺跡のところ回る間に、ここに寄っていこうドライブインのところの駐車場のところを切り通しで。 こういういマウンドがあったんですよ。それ、3分の1くらい切ってあったんですよ。駐車場。で、上司の人と2人、トイレに行きたいけど、何もトイレねないな。2人で、まあ、スタンド、タッチションベンっていわゆるね、し,したらね、断面にね、就航の跡がめっかったんです。あれ、就航じゃないかい長尾君。岩木の渡辺和夫先生。あれ、就航ですよね。ちょちょ、ちょっと。棒のなんか、埴輪みたいに一部が見えたんです。え、これやばい。古墳だ。 埴輪あるぞそれは力士像ですこういうい博物館に今ありますか、はい、晴山一5分、あれ最初に我々めっけたんです発掘はやってませんけど、変なことでめっけましたよね、えー、3分の1壊されてました、危なかった、そういうエピソードがあります。博物館の埴輪のところに、力士像って書いてありますかこれがそれです、はい、その時の埴輪であります、えー。福島県立博物館の話ですよ。 ところがね、この頃の時期の福島県の古墳に、機内では一般的な軍事的な色彩の強いバグとか、鎧かぶと、甲冑ですね、マビサシという、ここに跳ねつけたね、古代のかぶとがあるんですが、これが機内では出てくるんですが、今のところ発見されていません。なななんんででですすかね非常に貧弱なんですはいで軍事的な要素がが強いのがこのこ時期で 馬に乗ったのも5世紀なんですよね戦争で馬使ったっていうのは5世紀が初めて大陸の馬に乗ってる風習が真似したんじゃないかと日本にもいたんですよ原始的な馬が九州方面とか岩手方面にいたんですがうーん何か馬に乗るという風習は確認されてませんで5世紀になると番号が出てくるから間違いなくそうだとで普通は鎧かぶとを着た 武士が戦争でで使って乗ってて乗たんですねところがその鎧がないなんだこりゃとここが東北地方のこの時期の副葬品の特徴であり謎です、うん、で古墳の形も大規模なものなくて中規模1 0 0ー以下というちっちゃなものになってきます何かここでも大きな変化があるんですが解明できておりませんなぜなんだ チコちゃんに叱られますねぼっと生きてんじゃねえよとあれ私大好きなんですけど5歳の女の子はあんなこと言いますかねねえねえ岡村なんてこう始まるわけです私あれ大好きですねあの声の出演ねどんな人が喋ってるんですかねでいろいろ勉強になりました、うん、男性と女性でなんで女性が長生きするんだって脱線しますけど分かります縄文時代の時にお話ししたんですがチコちゃんがに叱られるでやってたんですよ ああそういうい見方もあるのかって男性の方がちょっと80歳ちょっとですよね、女性はもう83歳過ぎてますよね、3年くらい長生きすること、今もうちょっと伸びましたか、うん、なんかゴーヤを食べてる奄美大島とか沖縄方面は100歳超えてる人がいっぱいいるなんて島があって、それはチベットの3000メートルを超えるような高いところに行ったところ、カザフスタン、ロシア、こういうところはインフルエンザがないと、成人病が少ないと、空気が薄い。 とということで病原菌がいないと生きてられない100歳超えてる人がいっぱいいるんですねただ女性が長生きであることは世界的に変わりがありません男性が早死にします男性は早く死んだほうが奥さん長生きします <laughs> そういうそういう関係にありますはい私は過去6代の中でまあ70歳と5月生まれで,ですから2か月目ですが23年5月生まれなんではい 毛はこんなにふさふさで染めてるって言いましたけど過去の男性の中では親父はも交通事故ですけど2番目長生き2番目その安田人工の次長をやってたひいじさんが83これ最高です女は105歳筆頭におふくろが93みんなばあちゃんも80代中頃84くらいからですか3ですかねみんなすごいですねみんな9080です この傾向はは単なる偶然ではありません。受け入れ申し上げてくだ,さいだあの人間というのはもともとアフリカから出てきたんですけど全部黒人だったんですけどそこから北に行くほど白人になっていきますそれから中緯度は黄色人種で赤道直下にいる人は黒人黒色人種でその中間の色合いの人たちが間にいるわけです北に行くほど白い でもともとはホモ・サピエンス・サピエンスという学名がついている皆、みな新人、知恵のある人とラテン語でいうホモ・サピエンス・サピエンスという学名がつけられています。我々の1世代前は何だったですかネアンデルタール人、今の相撲取りみたいな体格、プロレスラーみたいな、背も2メーター近い、腕力もある、走るのも強い、力も強い、彼らと数万年共存しています。 一緒にてててまままますすすす彼らももも石器作ってます家族もあります狩りもしてますなんかねネアンデルタール旧人類の方が強そうですよね雪男のなんか伝説はそれではないかっていう話もあるんですが分かりませんねで我々が何で生き残って彼らが滅んだか最近の学説これだって私は思いました これも前の講座でやったんですが、あれまた画像が変わったのかな触ったかな後でざーっと画像やりますけど、要するにですね、話を戻しますと、人間の原型は女性であります。で、単細胞から分裂して進化の過程をお腹の中で全部やります。細胞から 複数の分裂を重ねて多細胞生物になって魚類になって両生類になってで哺乳類になってチンパンジーと遺伝子は3つしか違いません京都大学のアイちゃんというチンパンジーは英語の単語が600くらい知ってます500円入れて自動販売機でお釣りを持って120円のペットボトルが買える今その子供にそれを受け継がれています 瞬間的に30個くらいの数字をパパッッッパッパッパッてパッパッ見せるとその順番を30秒くらいで見せているとまた同じくできるそうです。我々できないですよね。あんまりねチンパンジーの能力と我々とそんなに違わない英語,の英語の単語600知らない人は京都大学の,アイ,あのアイちゃん以下という生徒によく言うんですけども大丈夫かっていうね中学校で1200習ったばいその半分覚えてないとやべえぞってこう言うわけです。 言葉悪くてね申し訳ないですあんまりね猿と遺伝子3つ一緒違わないんですよ共通の先祖が800万年前に分かれます人間にでいろんな人類が同時にいたんですが駆逐されて最後に生き残ったのは我々我々の後からまた別な新人類が出る可能性あるんですけどねうんで話戻しますと全部そうやって女性であった体が男性ホルモンがファッと男性になる人間には 強烈に出てきてこれが免疫性をなくすっつんですよだから弱いんですよ体質が免疫が弱くなるんです男性ホルモンっていうのはあのあのま瞬発力とかそういうものは強くなるんですが免疫的には弱くなるそうですねだから子供のうちで10歳まで育たないで3歳5歳7歳つい最近の明治時代前期くらいまでは男の子は早く死んだんです で10歳くらいまでの間に10人いると大体2人か1人暮らいしが育たない最初の子供は女のほうがいいというその傾向はどうやらその遺伝子にあると女の体が男になっていくわけですでそれがうまくいかないと男の体でありながら女性的な人って最近いますよねそれは認められるようになったけどもこれは自然の成り行きなんですよだからそういう人の権利も認めようってなってるわけです我々はなはか変な人だな このわけですスコットランドに行ったら男みんなスカート履いてるんですよ。あそ軍隊までそうなんですよ。タータンチェックで。スカートって大体最近200年くらい前まであれは男が履いたでしょタイツを履いて、ブーツを履いて。ダルタニアンなんちゅうね、あのルイ13世に仕えたあの人の話で見るとみんな男の人が短いスカートにブーツを履いて、タイツやって履いてるでしょ。スカートっていうのはもうここ最近ですよ。 女の人のもの人もだ赤は女の人黒ブルーはあの紺色は男の色女は台所外で働いてくるのは男これ何の考えです江戸時代で奨励した朱子学ですよね古くは儒教です儒教を、あのー、時代に合うように平安時代の朱,朱紀という中国の人物が作り直したものが朱子学ですこれは江戸時代の 学,学問にしたんです白河の,の松平定信という人は寛政時代に、えー、老中になりましたが寛政医学の金朱子学以外はダメ会津藩も審判ですから徳川葵のもんですから朱子、あのー、学が中心です会津藩高日進艦は朱子学男は台所に入ってくるもんじゃねえ女の仕事に手出すんじゃない 外で働いて、お金を稼いでこい、外のことには口を出すな、うちのことは家内に任せろ、こういう分業なんです、差別じゃないんですよ、あれ、分業なんですで。そういうことでお互いにあの自分の両分、責任を果たす、これは収支学です。あなたは一般人、私は武士、武士以外は農耕省ですから、農耕省を得た品位ですから、この人たちは、 俺よりも偉くないから地面で、えー、土下座をしなさい下に下にハハこれがもう260年間続くわけですよ江戸幕府ね1603年から1868年の明治戊辰戦争まで260年近く続いてまあ黒ぶ呂が来たんで保守政治が破綻していくわけですがまあ戊辰戦争では合図はいつの間にか 軍軍かからにになななっっっっててしししまいまいたたたが会津がが勝もしょうがなかったですね外国の植民地になった日本とタイしか独立国ないですよ、アジアで、あとはみんな欧米が狙ってました、日本もイギリスやフランス、ロシア、遅れてきたアメリカ、腰た々と狙ってました、古くはイスパニア、今のスペインね、ポルトガル、秀吉の頃なんとか日本を占領したい、こう考えておった。 ところが中国、まあ、マンチュリアン、女真族、新王朝、清居という字の王朝、でっかい国です、これが10隻のイギリスの軍艦と戦って敗れた、ね、そしてあの香港取られちゃった、最近帰ってきましたけど、これを見た西南諸藩の人たちは、もう独学でイギリスに行ったり、密出国をして、山口の人たちはね、 イギリスに行って学んで、鉄道技師になってる後でいろんなことをやるんですけど、薩摩はお金を出して、徳川幕府の内緒で、官費で留学生を出して、このままだと日本独立できないと、早く天皇中心の強い国家にして、えー、行かないと独立を保てないぞと、やったのが彼らで、よろしいですか、ここが大事なところなんですよ、会津はやられた、やられたってばっかり言うんでですとんんもありません先にやったのは合図です。 今の機動隊です国を変えようと思った過激派です、彼らは。京都の街の中に火つけてね、天皇を奪って政権ひっくり返そうと、んでもないですよね、でそれを鎮圧したのが会津藩であり、その先頭に立ったのが新選組なんです。ガラッと鳥羽伏見からひっくり返って、偽の天皇旗を出されてね、みんな逃げちまった、総崩れ、勝つはずだった戦争が。会津は絶対許さねえぞ。やったのは確かに長州の参謀です。 それは修造ですところがね、あいずはやられたってことやったのはにょあいずなんですよ、先に。で、時代に乗り遅れちゃったのはね。そういう点ではあの、申し訳ないけども、見方を変えると、これが一つのコンピューターです。こっちから見ると、なんかこういう薄い板です。こっちから見ると裏側です。こっちから見ると画面が見えます。これが歴史です。目のつけどころによってどれも正しいんです。 だから山口から見た人、この正しい、会津から見た人、正しい、その視点が違うから、議論したって噛み合うはずがないんです。じゃあ、人々のためにはどうだったのか、日本のためにはどうだったのか、そういうベクトル、矢印をはっきりさせれば、自ずといいか悪いかではなくて、どういう道を選択すれば好ましかったのか、その犠牲の上に、今がある。 こうう考えるののが歴史の勉強じゃないでしょうかねで会津だけがやられたっていうそういうねなんか士官は大間違いで今度の150周年でなんかどうもそういう雰囲気強いんですよねだから何かね会津は愚直で硬くて融通性がなくて時代に乗り遅れてるのにそういうことはなんでバカを丸出ししてんじゃないかとやっぱ柔軟に対応できないとどうですか武士は名目立ったですよ で私も松平かたと先祖は付き合いがあって会津藩上司の230国もらって承認だったけどね朱雀隊の尊者になって薩摩18番隊にやがりました、屋敷は。だけどもよく考えてみると会津全域を戦場にしてね、途端の苦しみに合わせて、不浄死が270人、80人死ぬような、そういう大戦争だって、全国どこみだって、ここと長岡だけでしょ。 ちょっとやったけども江戸なんか全然ね上野で戦っただけで何もないでしょじゃあ政治を司るあの政治をやる者として庶民に対する配慮はあったのかと考えればねとんでもない迷惑ですよねだからねあんまりそのことを言うと会津のバカが丸出しになっちゃうとこれ言うとね会津の人に若松市内はね私なんか短大でもこれ喋ってるんですけどソースカン食うんですよ 噛み合うはずがない、目のつけどころが違う、会津の立場だけ、でも世界的に見たら植民地になってたよと、天皇中心にまとまったから、日清、日露もなんとか勝てたよ、そうでしょ、勝ったからこそ第二次世界大戦という、精神主義が生まれたよ、あれ戦い方変えればね、途中で和睦できたんですよ。ところがね、あのもう、与党が負けた時点で沖縄戦はいらなかったんですよ。 沖縄で4人に1人死ぬほど戦ったでしょ、渡航隊出したでしょ、アメリカの司令官まで死んだんですよ、アメリカはこれは本当決戦やと、あと100万人は死ぬと、日本人は女子供もタゲやり訓練してる、これはみんな死ぬぞと、原爆を落とせっていうのは彼らの理論なんです、上陸しないで降伏させろと、本当は3発目やったんですよ、これ日本の潜水艦は分からないで、e、E58 という潜水艦がインディアナポリスというアメリカの巡洋艦を沈めた。 みんなこれ教科書に書いてないんですよ。原爆第3号、今沈んでます。これはどこに落とすか、東京、仙台、札幌、新潟、京都、奈良、九州の八幡、広島は本当は九州に落とす、長崎は本当はね八幡あたりに落とすわけだった。ところが曇りで下が見えない、ぱっと雲の切れ間に、今の大浦天主堂が見えた、ぱっと落としたんですね。長崎になっっちゃったんです だからあの原爆なんてね、あれ戦争犯罪でしょ兵隊じゃないですから、女子でもアメリカの捕虜もいたんです、20何人、長崎や広島に、いるの分かってアメリカを落としたんです、自国民殺しちゃったんです自国、自国民を殺すなんていう政府はろくなもんじゃないですよね、アメリカこそ戦争犯罪だって、なんで言わないんだと。まあ、戦争70何年経ってますけど、日本人はあんまり言わないでしょ 中国や朝鮮の人は違いますよね。日本のこと徹底していますよね。やられた、やられた。自国民殺してるの彼らじゃないですか。ものすごいですよ、国境内戦で国民党に殺した写真。これ、日本側がやったことになってる。後で違うといことは分かりました。日本の通行事件なんて。もう南京弱殺と同じことやられてます。日本人は言わないんです。戦争だったんだ。ごめんなさいね。死ぬと、みんな許されるというのは日本の観念。 大陸の人たちはヨーロッパも含めて死んでも許さないんです。ここを知っておいてください。私も何回も中国も行ったし、えー、世界、あのユネスコのメンバーだったんで、日本の、ちょっと旅しまして、いろいろそういう研究をしました。そうしたらね、ヨーロッパじゃん、400年の刑なんてやってるんですよ。骸骨になって鎖につないでるんですよ。意味がないと思うんですけど、死んでも許さないんですよ。だから 大陸の人は日本の人が戦犯になって処刑されたら真っ白だっていうね切腹したら許されるとこういう観念ないです許さないんです死んだって日本人は皆仮眠になったら許す死刑囚だって許すでしょ元死刑囚でしょ大物人で処刑されましたけど元死刑囚中川なんていう人はお医者さんだったけどすごく綺麗な心で死んでいきましたね 反省してね、そういう人まで殺す必要あるのかなという気もしますけども、やったことすればしょうがないな、うん、でも死刑やってる国は日本とごく少数です、中国は最大です、ね、年間に2000人以上即、即日すぐ死刑にします、そういうのもあります、間違ってんのもあったんですよ、覚醒剤持ってた10グラム以上で死刑です、10冊、頭蓋骨吹っ飛びます、ョンこれ、動画に出てるんでね。 やめろって言ってるんだけど、最近ちょっと注射になったかな、だから大陸の人は日本のことを許さないでしょ、ずっと、千年経っても、日本人はもう、次に切り替えるんですね、ここはあの日本民族の違うところで、反省は反省、でも前向きに考える、パク・クネが言ったでしょ、前の大統領ね、朝鮮のね、千年経ったって恨みは消えない、だから絶対ね、教科書に全部書いてあるんです、日本軍が首切った写真とか。 これが中学やね小学校の写真に出てる日本は原爆の写真は出さないですよね。特く雲だけでね。あまりにも不気味ですね。だから親睦がなかなか難しいです。あい教科書やってて。国家の教育でそれやってるんですから。で、国の矛盾は日本をやっつけろ。わし教科書買ってきまして、分かりましたから。あ,あ、これは難しいなと。偏った教育ですね。日本なんかいいですよ。いいはいい、悪いは悪いって教育やってるんだから。 ぜひのこのような重要な収入のね国の体制を作ってあの守っていかないと、またあの前のような軍部のねひどい国になってしまうかな、すみません、脱線しましまき今うは実は本当はそういうことしゃべりたかった、戊辰戦争の話、次回やりますかね、短大でしゃべってるスライドはありますよ、またあのこちらのホテルの塩田さんとよくお話をして、またあの10月かなんか空いてるとき、冬場でもいいです。 えそういういお話するのが私の私仕事会津で,で活躍した人物とかね、うん、その歴史の観点っていうのはね偏ってますんで会津はちょっとあの注意してみてくださいどれも正しいんです見方が違うこれをかみ合ったあの議論したら絶対合わないこういう方向性でやりましょう前提がないだから中国や朝鮮の人たちともそういう話し合いができるようになるには やっぱり自分たちの味方だけを固執しないと人々にとっては戦争は全部悪いんですから相手の国だって日本だってその場合にその政権はどうかロシアのスターリンなんて自国民ものすごく殺したでしょ自国民を殺す日本の戊辰の戦争はまあ犠牲になった人はいいけど兵隊同士が戦うのが第一次世界大戦前までの 戦争だったんです、兵隊同士が。15はやらなかったんです。ところが第一次大戦から無差別に殺戮するようになった。ワールドワンワンからね。ワールドワンツはもとです。で、もう敵の生産力を潰せ。こういうことだったんで、何が言いたいかというと、権力と政治、これは目に見える形で昔からやられている。古墳というのはその特徴的なものだと。当時の地方の王の目に見える、視覚的にすごい。 江戸時代ずっとお城みたいなもんですよ遠くからでもお城が見えるエジプトのピラミッドもそうですよそういう権力の象徴としてもあったとそのように考えてくださいなおね終末期の古墳とかなんか文章に全部書いておきましたんでこれやってるとあれなんでばっとスライドをお見せします時間的にもまあ迫ってきてますんで、えー、これ何時までの予定でしたっけ、はい すみませんじゃあちょっとね、申し訳ないですけど、駒送りしてもらっていいですか、ね、ぱぱぱぱっと見せていきますね、はいはい、これは大彦の御湖、竹の沼か、えー、会津鉄道に乗りますと,、えー、っと、下方向に行くと、ちょうどですね、大川ダムを過ぎた次の辺りかな、ちょうどその合流点があるんですよ、鶴沼川と大川です。 これがこういうアーチ型の道路が走っているところの列車の中から撮影ができます。今度会津鉄道に乗ったら進行方向、田島に向かって左側の座席に座ってください。帰りは右側の座席。要するに会津鉄道隣接部の国道の東側、その下が合流点見えます。どうも東海道をずっと登って鶴沼から。 その川筋を通って、古代の道路ですからね、川筋は、山の山頂とか、海岸とか、そこを通って会津に入ったのが、大彦ではないかと、ああいや、竹の沼中ではないかと、息子の方父の大彦は北陸道、今の北陸地方から新潟の方を通って、只見川沿いに来たんじゃないかと。会うのはどこになります会うのは、両方の川筋に来たら。いやど、どの辺の地域です今の番禰なんですよ。 調子、うん、の口あたり合流しますよね。えー、日発川とか、すべての川が一本になって、阿賀川になっていきます。で、新潟県で阿賀野川になります。まあ、大和の発電所から下が、電力会社では、阿賀野川つってます。日本の国の地図では、新潟県境を境に、阿賀野川つってます。まあ、我々は、阿賀川、阿賀野川、阿賀川は大川なんてこう言ってるんですか。只見川も全部合流します。あの辺ありが、会津。 津が集まるところ、水上交通のあい集まるところ、古代の道路、川筋、そのように考えます。ちょっとそのことを考えあの伝説というか、古事記、日本書紀に書いてあることをもとに、指導将軍、七道将軍という場所があるんですが、指導将軍伝説のことを長谷川啓一先生、50代で亡くなりましたかね、私、一緒に岡山の,方の研究で一緒に行ったことがあるんですが、琵琶湖台の切腹の図とか、いろいろ書いてます。 やこの会津の歴史の絵を、はい、これがその方の絵です。あのカラーで綺麗なんですけど、ちょっと白黒のものしかございません。はい、次お願いします。これはターンですかって、はいえーとまあ、ここにあのまとめが書いてあるんですが、要するに指導将軍伝説って嘘っぱちだと思ってたんですよ、私も。伊佐住神社の看板にそう書いてあります。このこのとがが書いてありますところが いざなみ、いざなみから書いてあるんですけどね、指導証文のことも書いてあります、高田の伊佐住神社。でも、あそこがあったことになってますけど、あそこは川は合いません、だからもっと下流だと私は思ってるんですけどね、うんまあ、神社に悪いからあんまり言えないんですけど、川、だって宮川流れてるけど、集まってないでしょ、違うんですよね、番下のあたりだと思うんですよね、はいい次お願いしますはい、古墳の形はこんなにありますが、巨大なものはこれが多いと。 全国的にねで、うんで、四角いものの方がちょっと古いと、これは同時代にもありますけれどどちらかというと古い、この裾野のの、方墳部が開くほど新しい、これが細長いほど、短いほど古い、このようにお考えください。はい、次お願いします、えー、とこれが四隅都市ぼ、鳥取とか、えー、向こうの方ですね、島根とか。 もう富山県よりもっとさらに日本海側のあの方そちらの方で流行っていた弥生時代末期後期頃の山陰地方北陸地方の四隅都市坪これ想像図今掘り出すとこうなってます縦、えー、の内遺跡弥生の終わり古墳早期なんていう人もいますこういうものが見つかっていますなんだ 今までの弥生のお墓と違うぞと北陸の様子が強いこんな鳥取とか島根とかあっちで作ってた時のお墓が出てきたぞとなったわけですはいどうぞお願いしますまあ先のプリントのにだに大体書いておきましたんでこれ飛ばしますはいどうぞまあ時代区分もさっき言いましたよねこれもやめておきますあいつにお願いします はい、これは会津盆地にある主なところですが、大体いい集中しています、大きな古墳、会津大塚山、東側の堂ヶ崎山古墳、山頂墳です。これは独立丘陵の上にあるんですよ。あの丘全体が古墳じゃないですよ。上に登らないとだめです。あれは自然地形ですから。はい、あれ古墳だと言ってもいいんですが、とんでもないです。で、飯盛古墳、飯盛山のすぐ後ろ側。 2つ峰があるんですが奥の方の古墳まだ調査は未了ですがありますで大塚山古墳は4世紀中頃の古墳だろうと古墳4世紀の終わり頃の遺物が入ってます副葬品それより一世代前じゃないかそれより地形的から見てさらに一時代前じゃないかとこの人のお父さんその人のお父さんおじいちゃんですね もう一つあったはずなんです、この辺り、今の学法高校の辺り、競馬場があったところ、これは調査しないで潰しちゃった、何の痕跡もありません。4つあったと思うんですけど、証拠が残ってないんで、お塚山のてっぺんに石仏っていう古墳の石管が、蓋だけが残ってます。ところが何を考えたの全部引っ掛けて、国指定出石にしちゃったから、違う古墳の石の蓋をお塚山のてっぺんにあるんですよ。あれ違いますかね、粘土核ですから。 これ撤去しろと言ったんだけど文化庁が許可しないと合わせて一本だってこういうわけですね。あれ違う、あれ間違う。ここが一つ塊、それから塩川十九段古墳、前方、公園と後方の小規模のものがより集まって後方墳が多いですで。これは駒形、塩川ですね。皆は北方、市、塩川、町になったんです前方、後方が多いですね。で、前方、公園もあります。これちょっと書いいてないですけど あと、小国山麓にちっちゃなもの、あとのものがあります。あと、熊倉のほうですかね。えー、あの東側の山麓地帯に小規模な古墳がありますが、大規模なものが集中しているのはこれ。これ、日破川これを挟んで、慶徳川のほう、灰塚山古墳があります。五世紀の古墳ね。それから、こっちが番下のほうです。うん、鬼怒守、森北、ね、いろいろあります。 えうない大臣山とかね、出先は前の山とか、いろいろありまして、各時代の巨大な古墳がここに集中していると、だからこれを見ると、田村山地が期待谷図にありますよ、一つ、これ、もうちょっとあったんだけど、削られて、ホタテ貝みたいになってるんですけど、前期古墳です。で、集溝を巡ってて、コンクリートにしてしまってます、やめてーって感じだけどね、周りがあの田んぼなんでね、しょうがないですね、開発が進んでおります。 これ元、元を明治時代の写真見と上、墓地になってますね。石灯立ってますから。墓立つのは分かってたのね。で、代体、親方様のうちに鏡とか剣とか出土遺物があったんですが、今、博物館に保管してあります。で、まあ、青津の、うん青津はどこだ青津が書いてないかいありましたかうん。藍塚山。 うなうないあこっちの方ですよねちょっとそこが入ってないですけど、あの青津の辺りにもね、えー、5世紀の古墳と言われたけど、4世紀だったんです。あの巨大な亀ヶ森古墳、珍珠森古墳というのがあります。で珍珠森古墳ね、古い本は前方後方って書いてあるんですが、そぐりをし直したら、両方とも前方後円、前期古墳だということが判明して、埴輪の破片が出てます。なんで亀ヶ森って言うんですか。 1611年に会津大地震があって新橋川、巻橋の下の銚子の口あたりで崖崩れがあって巨大な湖になってしまいました、京都あたりから青津にかけて。で、30年くらい、湖だったんです。で、蒲生氏里の息子の蒲生秀行の時に、これもどうやって工事したのかな、30年以上、50年近くかかって、水抜きをやって、水路を作って、でやっと今、人が住めるようになったんです。 まだその断層がずれてます今も動いてます東寺の坂ありますよね千住観音のあれが断層の跡ですそこの滝川まで続いてます滝の側ま川の谷川までで、日橋側の牧橋のちょっと上にさざ波が横に立ってるとこありますこれは断層のずれですかなり浅いところ動いていて東寺の断球場に老人ホームが建ってますよく調べたのかよと地震直下だよと 今動いてるよ1611年ね、そういうことだったんですよ。で会津は湖だったってのはその時の名残ですかね。その時亀ヶ森古墳が亀のように浮かんでいたと、鎮守古墳が、大亀、小亀、それで亀ヶ森と呼ばれる。このように江戸時代の,あの本に書いてあります、はい。なんか言われがあるんですね。はい、だから、この辺りに1つの勢力、時期的に同じ、この辺りに1つの勢力。 これは今、番江と北方に分かれてますが、ここに青津がありますが、これを含めて前期古墳、ここに巨大勢力、3つ大きくあって、これがちょっと分からないんですよね、これも前期古墳なんですけど、一つポツンと今のところ残ってます。周りにあったのかもしれないけども、その後の開発で潰れてる可能性があります。江戸時代ね、あるいは室町、平安からずっとやってますから、米作り。だから、これ一つちごとはなかったと思うんですけど、ポツンと一つだけ今あると。 これが田村山古墳ですね。だから、1つ、2つ、3つ、4つあったのかもしれないけど、よくわからんと。まあ、これをこっちにまとめちゃえと。いうことで、巨大勢力が3つあって3、3つの勢力が並び立っていたのが古墳時代前期。大和朝廷との関係は全部あると。この墳丘から見てね。これはね、大和と何でそんなに密接な関係があるのかは分かりません。東北地方でいち早く古墳作った。 はそういう特殊な場所ではあります。はい、次お願いします。はい、これは文仏なんですけど、省略いたします。はい、次お願いします。これ、縦の内遺跡の場所ですね。あの、吉見利津坊ね。はい、次お願いします。これですね。案内板が立っております。はい、どうぞ。これ、北陸系の時稲荷塚、番外ですね。金が森。 ひみかの箱と同じ設計だっていうこれですはいどうぞ次お願いします、えー、はいこれも省略しますどうぞこれは現場です切れが無理これこういうんですねはい次お願いしますで、その直前と思われる方形集合墓と呼ばれる水を掘ったものがありますがここにちょっと盛り槌があったはずなんですが今平らになってます真ん中がお墓ですところがありません痕跡が 周りの土器は出ましたけどね、溝からね、これ、北陸系なんですよ。で、方形修行部というふうに呼ばれてたんですが、実は1、2メーターのマウンドがあったのではないかと、この土を上に上げたそうなんですよ。これも古墳と言ってもいいと最近言ってるんです。初期古墳だと、はい、どうぞ、ここがちょっと学説ってこんな具合ですね、溝、復元してありますから、はい、どうぞ、これ見られますよ、うん、春先が一番いいですかね。うん 今ちょっと草が茂って手入れ悪いみたいですね。道路挟んで西側は今掘ってます。稲荷塚,稲荷塚の延長です。この時代のものが出てます。はいどうぞ。これはあの霧が森の真上です。これが前方後方の方です。後ろの巣がちょっと開いてるんですが、まあ、これ古いですね、卑弥呼の墓の橋墓と、うん、設計がほぼ同じという説がございます。はいどうぞ。なんでそんな初期の古墳が会津にあるんだと。それも北陸の時が 在地性の土器の方が多いんだけども23割北陸の土器がこそっと出てくる何か,かやっぱりあったんですね政治的な大きな変化がね考古学からはそこまでしか言えないんですかはいどうぞあ,あちょっと今のところ戻ってくださいこれは縄文時代から続くんですがお墓に埋葬する土器の中に胴部線香こっちからつついて割ってます底部線香そこをつついて割ってます あのー、よく出棺するときに茶碗とかなんか個人のねばりんと割ってなんか竹の、あのー、こういう門を作ってそこから出すなんて宗派もありますよね昔うちのばあちゃんの時そうだったかなこういうのはやっぱりそのあの世とこの世は弱点してるから逆さを分するとか器を壊すとあの世に届くとかそういう風習があるんですよねこれはかなり縄文時代あたりからも続いてくるおそらくそういうことです縄文時にもこれありますから弥生古墳と。 うん、大陸にはあんまりこういう例は少ないんですけどね、えー、日本ではもうずーっと連綿と続きますねだから帝武線香同武線香っていうんですよまあ考え方はどっかでつながるのかもしれませんけどねはい次お願いしますはいこれはこれは今のバイパスこの向こう側あの今掘ってますこあの厚生病院ね今ここ公園になってますが発掘当時の航空写真ですはいどうぞ がですねで大きさで比べるとだいたい生理的にこんな感じの順番にもなりますよとうんまあこれもまあ今この本売ってないんだなこ博物館で売ってたんですけどね学説どんどん変わるものですからはいいどうぞお願いしますこれを拡大したもんですうんこれ古いでしょこれねそれより一段階古い。 そういういことになります、ね、あの数年前まで売ってたんですが私持ってますが必要であればこれコピーしてください、うん、あの仕事様に預かってもらえますからこれ出てますあとまあ最近のこの会津若松市詩にもちょっと一部資料は載ってますがちょっと一番最新地わけにはいかなくなったんですかね この,辺りが一つのあと私書いた本で、えー、分かりやすいあいの歴史っていうのはセブンイレブンで3年前まで売ってたんですけどね、2000円なんですけど、税込みで、北日本印刷かな、歴史真珠社で出してるんですが、図書館でおそらく1冊くらいあっと思います。これはあの古墳時代まで全部カバーしてますんで、今までの、もう一回復習の時に使ってください、はいえー。こちらにもあったと思いますね、あの役場の隣の図書館にね、うん、私、見たことあると思います、はい、どうぞお願いします。 これは田村山古墳です。そこから出た内向釜南京というこの鏡からして前期古墳だと。はい、どうぞお願いします。これが山頂ですね、田村山。はい、どうぞ。場所、ここです。ガソリンスタンドあります。すぐそばです。ここ、ざーって行くと番毛です。金、はい、上の方に出ます。はい、どうぞお願いします。はい、次はこれ,これは博物館にありますから。 これね々あの親方様が預かってたんですけどね、田村山のね、博物館でいうでやっていうわけで <laughs>、これも、ここにちょっと鏡なんか出てますか発掘やった時の航空写真ですね、これが暴行です、これはあの調査をするためのサブトレンチっていう水を入れて土、どこまで掘ってあるのかなとか、そういうのを調べるものです。これが元々の はい、すみません、もう時間が来てます。次、はい、次お願いします。同じものの拡大です。はい、これが動画作と湯森山、大塚山。ここから撮った航空写真ですね。はい、お願いします。これは田中船前、あの、塩川ですか。はい、次お願いします。駆け足で申し訳ありません。これ調査風景、明治大学で掘ったときですね。 大塚初重先生というミッドウェー海戦の生き残りの教授担当になって掘ったもんですはいはいどうぞお願いします。これは番付ですね。大きさ。<うん S 1> この本に出ております。これは仕事様に預かってください。次回のところどうぞ。こんな具合で大塚山はこの4位に入ると、東北地方でかなり巨大論。 昭和39年に東北大学で掘りました会津若松獅子を作るためにね、まあ、このようになっています114メーターはいどうぞこれは雪といいまして、えー、これ青銅製の矢尻です背中に背負う矢筒これ雪もうなんか植物で編んだ川で編んだようなそういうやつなんですが、えー、取り上げるとバラバラになるんで樹皮で固めて取るところですねこれ博物館にございます これもやっぱりすすごい物ですね、はい、どうぞこれは南関と北関、大塚山です。これですよ、石仏古墳という一木町の別の古墳、もうないですけど、あの町並みになって、ね、ないですが、その古墳を誰町あの土地の人が大塚山の上に上げたで、若松市ではそれを合わせて国指定の史跡にしちゃった、だからこれ動かせないんです、大塚山と全く関係ない、これ困りますよね。 こういうのが合図に結構ありますから危ないとはいどうぞ次いますこれ最後しゃべらせてください三角淵新住居卑弥呼が義の、えー、曹操の息子曹飛の時使いを出します三国時代のねあの中国のね、えー、諸葛亮公明なんか戦ってた頃のあの時の義の,あの曹操の息子曹飛長なんですが。 この人の王朝の時に使いを出しています。三世紀、全般。その時百100枚もらったって書いてあるんです。三角無士新自由教で。それをさらに大和政王権では、年度版に複製して型を作って、いっぱい作ったんですね。これを防政教と言います。中国からもらったやつを白政教と言います。白来品の白ですね。薄政教、防経は なかなか5枚作るとその型がだめになって同じものはできないそうです。これは小林幸男というあの京都大学の先生の研究です。同性鏡論っていうんですが同じが型からは5枚しか作れないと正道性の鏡会津大塚山から防性鏡が出たんですよ卑弥呼のもらってきた100枚の鏡を複製したものねっ。 でこれと同じ同伴峡がどこから出たと思います ?5 枚のうちの1枚は大塚山、もう1枚が見つかってます。岡山県の鶴塚丸山古墳、真ん中は大和です。大和の王権の権力分布ですね、俺の家来になったからこれやるぞと、そういうことだというふうに理解されています。うん、だから会津からこれ出たのはみんなびっくりですよ。 卑弥呼のもらった鏡、卑弥呼って一体誰なんだ、その後100年間分からないうちに大和朝廷ができちゃうわけですね、日本史の謎の100年、なんか意図的にね、邪馬台国のことを古事記や日本書紀では消してる可能性なんですよ、うん、分かりません、証拠がないからね、100年間空白なん中国にも文献がない、だからどうやってできたのか分からないけど、なんかこれやったんでしょうね、戦争ね。 そして何か都合が悪くて卑弥呼の痕跡を消したのかもわからないけどねうんその辺はいろんな推測の域を出ませんがこれをやっぱり大和朝廷では活用してるんですねえ5世紀より前の天皇ですよこれねはい次お願いしますあれこれは拡大直答着ないとほとんどこれは遜色がないですね内容がはい次お願いしますバンバンいきます はい、これは上賀茂り、春樹森ね。番外のあおつです。はい、どうぞ、お願いします。これ、真上です。はい、次、お願いします。これも出土遺物です。はい。はい、これ、ちょっと、お話した人が。五世紀の古墳。ないと言われてた。喜多方の灰塚山、慶徳から、めっかりまして。東北学院大の辻秀人教授がですね、えー。昨年まで、発掘をやりました。大発見されました。 この石の蓋を外したのが去年この隣にあったもう一つはその前の年に外しました何が出てきたと思いますかという次です鉄の刀これは頭を溶かす串、釧路縦串それか鏡そういうものが出てきましたはいどうぞお願いしますこれは人骨あちょっと戻ってください戻ってください 一枚戻りこれ人骨歯茎から DNA 鑑定しまして今新潟医科大学どこだったかな新潟のを大学ちょっと忘れました福祉大学だったそこの鑑定の専門家がいてその人が今 DNA 鑑定中でどういう DNA を持った人かこの人があの北方のここに葬られた人の皇族でおそらくね古屋敷の主ではないかと古屋敷遺跡ってあるんですが主ではないかと。 言われておりますはいどうぞこれは刀、ね。で、これが鏡です、はい。ちっちゃいですけど。大塚山のもう4分の1くらいですかね。あれあれあれいらっしゃるのかないから、次に行け、うんあ。横穴ね。えー、っと、これはなんだあ、溝で、あの内屋敷横あの この当時の集落の跡です。ホタテ柱。こんな感じですね。水器という東京あの朝鮮半島の白ラから伝わった上り窯で焼く焼き物。コンクリートのような灰色してますこういうものも一緒に出てきます。後世紀になるとね。こういうやつですね。はい。丸太マルイ。こういうものも出てきます。駒形神殿横穴。 これはあの北方の山崎横穴一般公開されてますねこのね異物のほとんどは山形の指導博物館にありますなんか北方の人がみんなあっちやっちゃったんですよね地元で保管できないというか、うん、ちょっと残念なことであります最近発掘やって北方で鎧の型のところの破片が出てまいりましたあ今のもそうですよこの鉄,鉄サビみたいな うん、鎧の部分ですはい晩藝の当時56世紀頃の集落の後北陸系の様子がうんと強いこんな建物ですかね、えー、これほあの柱穴に人が立っているとこですかよくやります白図では、うん、なんかこんなえ体の知れない信仰の対象みたいなね そういうような焼き物も出てております。はい、鏡の町遺跡ここからは、墨で描いたはじき、はじべが作った時ででじめ、縄文生恥いはじ末とこう続くんですが、はじと末は五紀から一緒になってきますけど、え墨で描いた牧草土器というのが出てくるんですね。人の顔ですか、これ、えー。なんか漢字らしきものもちょっと出てくる。こんなやつね。 奈良山菜という大陸からのこれは影響です。こういう色付けの焼き物も破片に出てまいります。奈良山菜。とて言いますね。日本で焼いたんです。真似して。あ、じゃ、次お願いします。これ拡大写真。はい、次お願いします。えっと、川東に郡山遺跡っていうのがあります。郡山っていう集落ですね。 我々郡山津のどこを思い出しますか郡山市でしょあそこはねあの行きに向かってこう逆になってますよねまた前にあそこにザブリオ学園があって郡山のザブリオ学園があってその後ホテル何でしたっけそホテルがありましたよねでっかいね浜津でしたっけうん。あそこ清水台って言うんですよであそこは朝霞郡山の役所があった大和朝廷の役所の後です あそこ私福島県庁に行った時掘りました。瓦がいっぱい出てきました。うん、奈良時代ですね。えー、まあ645年に俗に大化の改新って皆さん習ったと思うんですが、蘇我の馬子が殺された事件、飛鳥板葺宮で何て言いますかあれ、高校の教科書には一審の変って書いてあるんですよ。大化の改新とは書いてないんですよ。で曽我の,馬あのイルカが殺されて 親父の馬子も自害をして、蘇我一族本家は滅んだと、甘柱の丘辺りにその遺跡がありますが、翌646年、朝廷では、改新の見事乗り、大陸の律令制度を真似して国家改革が始まります、二冠八将、五騎七道、全国を国に分ける、国の中を軍に分ける、この軍の一つが浅香軍が相づくんですよ。その下にまた里 五重の家をもとにして一つの里一里国軍里という制度があったんです二冠八将大乗官とかねいろいろこう役人の身分を大陸に習いましたで最後に街道を決めたんです主な道路五木七道南の方から南海道西海道山陰道山陽道北陸道東海道東山道となります 東海道は今は残ってますよね、ね。名前が山陰地方はそこから切ってますその五鬼七道という大きな街道をもとに全国支配をして10世紀の末までに青森まで大和政権は勢力を伸ばしますはいその時の名残が会津郡郡山遺跡浅香郡山奈良大和に郡山っていう詩があるんですよ だから奈良県、京都辺りで郡山1枚中と大和郡山の切符を汚しますから東北地方の郡山って言わないと危ないですよ、私、奈良でちょっと白水やってたんであの平城京のね、2回行ってますで切符買うときに中受けました、だめだよって、大和郡山の切符渡されちゃうよ、東北の郡山、福島の郡山って言わないとだまだ、その当時の名残が今も残ってるってことですね、はい、次お願いします。 はい、ここに字が書いてあります、会津の愛、発掘やったらね、川東の郡山遺跡からこれが出た、だ会津軍がであることはまず間違いない、硯の破片が出ました、瓦の破片が出ました、瓦を持つ建物というのは、お寺とか官営の役所です、あとは皆の茅葺きとか板葺きですから、はい、すみません、もうすぐ終わります、これ、会津の愛、ね、会津藩の愛。 懐かしいですね。これがもう奈良時代から出てくるんですね。二冠八章の奈良時代の役所の跡だ。川東の郡山にほぼ間違いありません。はい、次お願いします。はい、これは短鞭連合門、副文連合門ってこの連芸なんですけど、軒丸川ですね。これはあの村北が養子、昔山口が養子という行き町の釜跡、今残ってますが、そこで焼いたもんですが、これがどこで使われたかのかは分かってないんですよ。 ノキヒラモノキマルも,もその鎌跡ほとこれ出んだけど恐ら,らく郡山遺跡のどこかに役所の後に使われたものと思いますが今発掘が継続して行われているはずであります少しずつね広大な場所ですから会、はい、津医療センターの東側の方の田んぼです、はい、これはそうですはいどうぞ、うん、で大東釜は奈良時代から江戸時代の初期くらいまで甘、えー、や っていうところがあるんですが、合図はかそこにね、ものすごい数の上り窯があります。山の斜面利用してこう大陸風の焼き物ですね、えー。だから、うん、こういうあの自然油であるとか、まあ古くは水気も出てくるんですが、こういうあのワグのような自然油の焼き物がいっぱい出てきて、えー、そこから本郷に移るんですよ。焼き物の中心が。 でこれ洞窟が後を絶たないんで私、見張り役やってるんですがクマは出るやり、ねえー、マムシはいるやらとても危ない1人で言うとクポあの鉄砲で撃たれたりするからラジオをガンガン鳴らして、ねえー、歌を歌いながらやって棒を持って歩いててマムシがいいんですよ、黒マムシ赤じゃないです売り物になりませんこれ棒に引っ掛けてポーンとぶん投げてやったら川の方に誰だ、蛇投げんのって下で釣り合ってる人がいる で時々あの空気中っていうんですかね、あのガスでバンバンってやるんですよね、あれ、鉄砲だと思って、こうやるんですけどね、撃たれちゃ大変だと思って、私のこと、熊だと間違えたら大変ですから、<laughs> からえー、ありえますからね、空 <laughs> きは特に危ないですね、えー、はい、お願いしますあ。こんなのいっぱい出てきてますね、オートガマ、えーえー、ここから本郷に移るんです、焼き物が。はいどうぞ 会津から東北一円に、この時の焼き物の製品が出回ってます。土調べてわかります。はい。はい、どうぞ、行ってください。うん。これで大体終わりですね。これは、あのー、高田の法要寺にありますね。えー、一時連題法華経という。うん。ものであります。流行寺が、流行寺にあります。国宝になってますけどね。これ、なんか、お寺の重賞さん喧嘩したのかな、文化庁と。なんかね。 素手で触るしね本物ねバッと広げて上からこうやって喋って観光客上から見てんですよこうやって唾ばンんばん飛んでんですよ普通これはうん実物は保管しておかないとなとなんか文化庁頭にきてんだんね最初だけで指定したら金も出さねえなってなんか怒ってましたけどあんまり言わないでくださいねまあ時々言ってますから時々ねあそこの中田の観音様の住所でも喧嘩したな 文化庁のやつ消防設備自前で買い替えないとだめだとかね、こ家カットしてさいね、<laughs> これはやばいですからね。そんなことで、非常にやばいんですよ。で、なんか中の仏像が国宝なんです建物は うん、な何か質問あったら、09029571021と、黒板ありませんのでね <laughs> え、09029571021。夜中でも対応します。 まあメールアドレスもあるんですけど、あの塩田さんご存知ですけど、一応そんなことでありました。ゼロ九ゼロ二九五七一ゼロ二一ね、うんうん。これもあのさっきこの本に一部出てたと思いますんで、うん、見てください。じゃあそんなことで大変あのお粗末さまでございました。次回は母子戦争とかねいろいろあのネタはあるんですが。 ご要望に応じますんであの、またホテル側の方で差し支えなければ、ぜひあのご要命ください。 そんなこともあろうかと思ってこの資料 <laughs> 配ってみてください。うん、<laughs> じゃあちょっと PR させてください。あの二兵って言います。あの今を えとお渡ししたのが一応当日の概略で一応私二兵っていいますが一応予定してますということで一応 PR ですであのやるのはですねあのいろはにほへとご存知だと思いますよねいろはにオエどチリネルをっていうでこの話があまああのここに書いてありますけど 最初のイメージっていうのはかるたですねいろはかるたがあってあれ犬棒かるたっていうんですね犬も歩けば棒に当たるっていうから犬棒かるたというらしいんですそれからあのこう、えー、順序ですねいろは坂とあのイイード坂うの坂それから火消しの縁組何組ってありますよねあの順序ですね それともう一つここから3番目に書いてありますけどあののひらがなカカナでですすねねタカナの元字になってるんですよねだから崩し文字でやるのとカタカナっていうのは漢字の一部を取っちゃうとカタカナになるんですってあの一つをね「と」っていうのは「止まる」の「と」を取るし「利用」の「利」っていうのは「利」の「あ」を取っちゃうと。 でこれあのお坊さんたちがあの写生いろいろあのお経を取る時ものすごい大変なんで簡略するっていうとこから始まったみたいですね。平仮名はあの例の平安時代ですか女の人の作家がこう崩し文字から始まったみたいなそんなとこから始めましてあのまあ色は匂いどちりぬいるっていうのは結局えらいね何て言うかなあの色はいわゆる自分も華やかな時はあったけども 今は散ってしまったとこういうまあ「書状無常の」っていう歌で流れてきたとで下に書かれてるのが原本なんですこれね色言いはあこれについていろんなことが今まで言われてきて一体これは誰が書いてどうしたのかとで一番下の段に「とがなくてシす」っていうのがあるんですねわかります 漢字で書いてるとこねまあその意味があってこれは私は罪なくて死ぬという意味合いのことでこれはずっと昔から言われてましたということなんです、うん。イいハニホヘイトろはにと」ってこうん「と」の呼ぶものこれはあのそこで大石蔵之助もこのことは知ってたらしいですね。で 非十七碑ですよね47名,47名それからかなで本忠臣蔵って言いますよねかなで本中臣なんでかな,かなが出てくるのかなとこういうのはいろいろ質問が出てきたんで一体なんでこれ不吉なことがあったりいろんなこと言われてんのかなっていうのために実は。